い、こんにちは。こんにちは。今日はですね、やっと雨が止んだ日でこれね、モーターホームを買ってから作業何回かしてるんですけど、初めてって言っていいぐらいやっと雨が止んだのね。ずっと日月、うん、雨で私たち全然作業が進まなかったんですよ。そうなんです。で、まあ今日やっとね雨が止んだんで、うん、このタイミングで木をねいろいろとゲットしていきたいと思います。はい、はい、やっとね。で今回はロナっていうところに来てて、でそこでちょっとね木をゲットしていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、レッツゴはドライブスルー方式だったね。なので今から必要な木材たちを荷台に積んでいきます。嬉しい。とりあえずここではロナではパネルを4枚、ベニヤみたいなやつを4枚ちょっととりあえずゲットして、これからちょっとねホームディポに行こうと思います、はい、ちょっとここで買おうと思ってたのがなかったので、ちょっとホームディポに行って買いたいと思います。はい、では行きましょう。はい、無事ゲットしました。ミッションコンプリート。はい、値段が高くなりすぎです。仕方ないよね、久しぶりだね見るの、今回ね急遽車を動かさないといけなくなっちゃったんだよね。そうなんだよ、出てけって言われた。っていうのは嘘で、今ねちょうど車を駐車させていただいて、場所がフィルミングで使われるっていうことで、車を急遽動かさないといけなくなりました。なので急いでね、今日晴れてるうちに急いで動けるように準備して、あとまたエンジンかかるかどうかもチェックして。そうだね、やっていこうと思います、はい。今臨時で窓を塞いでいます。はい、
た目なんて関係ないです。とりあえず5分ぐらい運転したところに車を止めさせてもらうことができるので。そうやな、だからそこまでなんとか持てば。そうだね。はい、ただいまこんな感じでね、窓は塞がりました。ボロボロの車みたいじゃん、かわいそう。中にある、はい、まあ、特にこういうガラスとかだよな、まあ、ちょっと運転するときに倒れて割れたらもうゲットできる。だからこういうのはちょっと車の外に置いていこうと思います。はい、はい、では動かしていきます。出すものをとりあえず外に出しました。運んでいこうか。はい、それではちょっとね、いつぶり2週間ぶりとか3週間ぶりとかくらい、ちょっとエンジンかけてみます。はい、わかるかな、わからんかったらちょっとこれから徹夜なんだけど。わかるんじゃない。コツがいるんだよね。そうなんです、あのこれじゃないから、これじゃないから。キャブ車、そう、うん、キャブ車やからな、それは大変やねんな、ね、私は運転できなさそう。運転するよ、でもだな。まあでもよかった、とりあえず、ね、かかりました。なので明日は多分運転できるかな。うん、大丈夫そうだね。はい、状態にはしました。はい、こんな感じでね、窓が今ついていないところにはビニールをつけてテーピングをして、でこの一番正面の窓裏にフレームがついてないのでそこも落ちないようにテーピングはしました。とりあえずね、はい、これからね5日間違うところの駐車場をね見つけたので、明日ここまで運転していきたいと思います。また5日後にはね、今止めてるところに戻ってくるので作業を再開したいと思います。はい、はい、本日移動日でございます。無事行ってらっしゃい。気をつけてね。では続きまして、私も目的地